本当にいいのかね。もちろんです。僕だから共感できることもあると思うので。僕の名前は前田健、24歳の平凡な会社員だ。そんな僕が今から会うのは。翼、入るぞ。誰？はじめまして、前田健です。よろしく。そう、17歳になるうちの会社の社長のお子さんだ。翼、ほら前に話しただろ、うちの社員で翼の友達になりたいと言ってくれた人がいるって。翼。社長、いいんですよ。前田君、君には本当に感謝してるんだ。信頼もしてる。だからうちの子をお願いします。はい、任せてください。少し二人で話をしてもいいですか？ああ、じゃあ私はリビングにいるからゆっくりしていってくれ。いきなり来られても驚くよね。最初は顔だけでも覚えてもらえると嬉しい。帰ってもらえませんか？最初はあまり刺激しない方がいいか。わかった、じゃあまた来るね。前田君、どうだったかい？まだ最初なので。でも少しずつ距離を縮めていけたらと思います。そうか、就業後にせっかく来てもらったのにすまない。私が君に話をしたばかりに気を使わせてしまって。そんなこと言わないでください。家族の話までできる会社で働けて僕は嬉しいです。それになかなか内定をもらえなかった僕がこの会社に入れたのも社長のおかげですから。それに忘れたんですか？お子さんの友達になりたいと言ったのは僕なんですよ。前田君、ありがとう。本当にありがとうございます。ところで少し聞きたいことがあるのですが。ん？その週末、久しぶり、調子はどう？また来たんですか？想定内想定内。今日はお土産を持ってきたよ。駅前の大人気店のショートケーキでさ、1日10個限定なんだけど運よく買えたんだ。あ、いい反応。社長に好物聞いといてよかった。どう？食べない？いらない。そっか、じゃあここに置いておくから食べたい時に食べてね。それからも僕は就業後や週末にお子さんの好物を持って社長の家へ通い続けた。そんなある日、就業後にゲームを持って寄った時のこと。テレビ借りるよ、気分が乗ってくれれば最新作一緒にできたらと思って。うん、よしよし、見てるな。社長にゲーム好きって聞いてたけどその通りだったみたいだ。ん、これむずいな。てかこれ本当に序盤？うわ、危ない。あの僕さ、この通り全然下手で。でも君は前の作品もかなりやり込んでるみたいだし、ちょっと教えてくれないかな？ちょっとだけなら。そういえば初めて布団から出てきてるとこ見たけど男の子だったか。社長に性別も聞いてなかったもんな。まあそれよりこの調子でどんどん仲良くなるぞ。そう思っていたのだが。よし、ゲームしようか。したくないです。あれから少し時間空いちゃったしな。でもこういう時の。今日はマカロンを食べながらやろうと思ってたんだけど、出てこないなら僕一人で食べちゃおっかな。ダメ。わっ、うわ、ごめん。あすごい食い意地。そんなことよりゲームするんでしょ？ああ、うん。にしてもびっくりした。なんか可愛く見えたけど僕疲れてんのかな。それからも僕は通い続け、少しずつだが話をするように。そのうち敬語も取れ、呼び方も変わった。僕たちは本当に友達のようになっていき。あのさ、ケン、
ずっと気になってたんだけど、どうして学校行けないのかとか聞かないの？おお、そういえばそうだね。そういえばって。でもさ、そういうのって他人にずかずか聞かれたくないものでしょ。僕だって翼くらいの時、聞かれたくないことなんてたくさんあったし。それはそうだけど。でも翼が話してくれるなら聞かせてもらうよ。もちろんいくらでもさ。だから安心してよ。無理に聞かないし、それで離れたりもしない。ずっと一緒にいるからさ。うん、わかった。ありがとう。それから数日後。大丈夫？熱が出たって聞いたけど。ケン、仕事は？社長から聞いて速攻で終わらせてきた。お母さんにゼリーとか食べやすいものも渡しておいたから。ありがとう。でもなんでそこまでしてくれるの？普通はこんなことしない。いや、するでしょ、僕たちの仲なんだから。翼とゲームしたりして一緒に遊ぶの楽しいし、それに友達って楽しい時だけじゃないでしょ。困った時には駆けつけてずっとそばにいるもんだから。そうかな。そうそう、これくらいして当然なんだよ。そんなこといいから、ほら、早く寝て休んで。うん。数日後。この間はありがとう、看病してくれて。元気になってよかったよ。それでさ、ケンはその学校に行ってほしいと思う？え、いきなり？そうだな、欲しいというか行ってみたらいいんじゃないかなって僕は思う。そっか。でもできるかな？もしかして行きたいのかな？なら僕が後押しするまでだ。大丈夫だよ、微力かもしれないけど僕はいる。あ、じゃあさ、頑張ったらご褒美くれる？それはもちろん、何でもするよ。わかった、約束だよ。数日後、僕は連絡を受け翼の家を訪れていた。ついに学校に、か、すごいな。初日は勇気がいるから顔見せてって言われてきたけど。ケン。おお翼、すごいな、学校になんて。え、行ってきます。ご褒美楽しみにしてるから。え、女の子？私のこと男の子だと思ってたの？いや、そういうわけじゃなくて、いつもだるっとしたパーカー着てたから体のラインとか分かんなかったし、確かに声とか少し高いなとは思ってたけど、まさかこんなことって。もうひどいよ。ごめん。ご褒美覚えといてよ。何してもらうか決まったら言うから。それから翼は学校に少しずつ通うようになった。うまくいくか心配していたが。それでね、最近ちょっとだけ学校が楽しくなってきてさ。前まで男の子だと思ってたからなんか慣れないな。学校行けるようになったし、女の子だし、さすがにもう家にお邪魔することはなくなったけど。あ、翼、なんか考え事してたでしょ。別に。てか近くない？近くないよ、前もこれくらいの距離感だったでしょ。そんなことなかったよ。そうだっけ。それで本題なんだけど、ご褒美何がいいか決まったんだ。そのさ、一日デートしてほしいなって。え、デート？そう、デート。何でもいいってこないだ言ってたよね。確かに言ったけど、デートっていいのか？男友達だったら問題ないけど、相手は社長の娘で女子高生で。ねえお願い、私結構頑張ったよね。それはそうだけど。すっごい緊張したの。でもケンがご褒美くれるって言うから学校行けたんだよ。うん、わかったよ、
男に二言はない。さっきすごい二言言ってたけどね。それは忘れてくれ。こうして僕はご褒美として翼と出かけることになったのだった。うわー、海だ。すっごい綺麗だね。そうだね。電車ですぐ来れるのに実際に見たのは久しぶりかも。一応社長にも許可は取ったけど、まあ異性の友達とか変じゃないし別に問題ないか。そういえばケン、どう？久しぶりにこういう女の子っぽい服装にしてみたんだけど。お、似合ってるよ。こう見るとやっぱり女の子なんだなって思うし。やっぱりって何？やっぱりも何も女の子なんだけど。ごめんごめん。もうケントロ、早く行こう。わっ、水冷たい。まだ本格的に夏じゃないからね。でも気持ちいいよ。ケンも入ろうよ。僕はサンダルじゃないんだよ。だから翼の感想で楽しむ。うん、何それ。早く来て、ケンも一緒がいい。うわっ、翼。大丈夫？近。うん、平気。ありがとう、ケン。おう。あ、何してんだ僕は。翼は高校生だぞ。社会人の僕がそんな。とにかく気をつけろよ。びしょ濡れになったら面倒だし。あ、うん、分かった。その後、お腹が空いたということで昼ご飯を食べに行くことに。さすが海辺で食べられる海鮮丼、新鮮さが違う。翼のも美味しそうだな。じゃあ食べる？え？はい。あーん。いや、でも早く、私も食べたいんだからさ。うん、うまい。本当に？よかった。何してんだ僕は。でも今のは断れなかったし。その後は近くの水族館へ。わー、いっぱいお魚いるね。そうだな。でも海鮮丼食べた後だと複雑な気持ち。そういうの気にするんだ、ケンって。生地美味しかっただけに罪悪感が。その話はなしにしよう。わあ、あっちもすごそう。ケン、早く行こう。おお、翼。ほらほら、早く。わかってるよ。こうして僕たちは一日を満喫し。はあ、もう夕方になっちゃった。楽しい時間はあっという間だな。そうだな。今日はほんと一瞬だった。ほんと楽しかった。ありがとね、ケン。私すごいご褒美もらえたよ。全部翼が頑張ったんだから、これくらい当然だよ。きっとこれからも楽しいし、存分に楽しんだらいいと思う。うん、ありがとう。それでね、ケン、今日一日過ごしてみてさ、やっぱり私翼？私え、これって、いや、でも。あ、お父さんから電話だ。うん、わかった。大丈夫だよ、ケンいるし。はーい。どうしたの？もう遅いから早く帰ってこいだって。相変わらずお父さん過保護だな。そりゃそうだよ、大事な娘なんだから。そうだ、翼は高校生なんだ。遅い時間に外にいれば親が心配する年齢なんだ。だから。でもね、ケン、私言いたいことがあるの。あの、私帰ろうか、翼。え？お父さんを心配させたらダメだよ。もう暗いんだし送っていくからさ。でもそれにまだ翼は高校生だ。私今日は帰りたくない。ねえ、お願い、ケンとこのままいさせてよ。翼、今日はケンの家に行きたい。ダメだよ。どうして？私が嫌なの？私じゃダメなの？翼はまだ高校生だろ。それで
僕は社会人だ。僕の家に泊めるなんてできないよ。私が高校生だからダメなの？そういうことになるね。やっぱりケンも一緒だったんだ。ずっと一緒だって言ったのに。もういい。翼。それからあっという間に数日が経った。その間翼と会うことはなく、連絡も取れなくなってしまった。はあ。前田君。社長、あの、翼は最近元気にしてますか？連絡しても返事がなくて。実はね、また学校に行かなくなってしまったんだよ。その理由も話してくれなくてね。え？もしかして僕のせいで？やっぱり友達だったこと気まずかったのかね。え？聞いてないのかい？翼が引きこもってしまった原因は、仲の良かった友達と喧嘩したことなんだよ。もともと社交的じゃないから友達も少なくて、学校で一人でいることが多くなってしまってね。その後風邪で休んだことをきっかけに、そのまま行かなくなってしまったんだ。あ、だから去り際に僕もって言ってたのか。最近は楽しそうにしてたのに、どうしたんだろう。社長、今日の終業後、翼の部屋に行ってもいいですか？どうしても言いたいことがあるんです。もちろんだよ。翼を頼む、前田君。はい。終業後、僕はすぐに翼の部屋を訪れた。翼、話があるんだ。お願い、帰って。そうはいかないよ。その、こないだはごめん。翼にきついことを言って。でもやっぱり高校生と社会人じゃそういう関係はダメなんだ。やっぱりケンモじゃん。私から離れて友達だってずっと一緒にいるって言ってたのに。でもね翼、僕は離れないよ。もちろん翼が嫌じゃなければだけど、だって僕も翼の気持ちがわかるから。そんなわけない。ケンにわかるわけないじゃん。わかるよ。だって僕も同じだったから。え？僕もさ、昔学校に行けなくて引きこもってたんだ。それも翼と同じように友達とすれ違って。だから翼の辛いって気持ちもわかるし、誰かに離れられて一人になる苦しさもわかる。でもね、その辛さを知ってるからこそ離れないって約束できるんだ。本当に？本当だよ。嘘じゃない？嘘じゃないよ。そっか、ごめん。ケンにひどい態度取っちゃって。いいよ。それに僕も悪かったし。ごめん。僕もごめんな。でも私やっぱりケンが好き。ケンは私を救ってくれた。心を閉ざしてた私と楽しく話してくれて、一緒に遊んでくれた。一緒にいて心地よかったの。だからやっぱり好き。ありがとう翼。今がダメならこれから頑張るから。それでちゃんとした時にケンが私のことを好きになってくれるように努力する。それでまたちゃんと告白する。それでもいい？うん、わかった。ケン。翼。私絶対ケンのこと諦めないから。だから覚悟してよね。わかったよ。こうして僕たちは仲直りすることができたのだった。それから社長にそのことを伝えた。そうだったのか。本当に君にはお世話になった。私たち家族を助けてくれてありがとう。いいえ、そんな。翼、これからも前田君を大切にしなさい。こんなに翼を思ってくれる人なんてそうそういないんだから。うん。そして日常が戻ってきた。翼は再び学校に通い始めたようだ。ケンのアドバイスのおかげで友達と仲直りできたよ。本当に？よかったな。うん。あとそういえば、
こないだクラスの男の子に告白されたんだ。へえ、そうなんだ。どうしよっかな。それはまあ、翼の好きにすればいいと思うよ。なんだよ。答えは最初から決まってるよ。だって私が好きなのはケンだけだからね。なんだそれ。見るです。もし時間があればもう一本だけ他の動画も見てくれるとすっごく嬉しいです。